2024年6月2日ソフトバンク戦、先発の小川選手は2回に近藤選手にソロ本塁打を浴びるなど2失点、4回にも1点を失い5回途中で降板となったね。ソフトバンク打線はやはり手ごわいの。打線はチャンスでの間選手のファーストライナーでスタートを切っていた秋山選手が戻れずゲッツーとなるなど運にも見放され、敗戦の功と思われた9回2アウト、田中選手に同点スリーランが飛び出し土壇場で同点に。負けたと思うてしまう。それでも10回、島内選手が2アウトから四球でランナーを出すと、この日本塁打を放っている近藤選手を打席に迎え、追い込みながらもチェンジアップを拾われて痛恨のサヨナラツーランを被弾。悔しい同一カード3連敗となってしまったね。そんなサヨナラ負けを喫した一戦にファンの反応はというと、康介のスリーランにはびっくりしたけど、昨年も満塁弾放ってるし、こういうシチュエーションで一番期待できる選手かもね。相沢の代打は焦ったけど、アドワも頑張ってたけどちょっと疲れてきたかな。下でハッチが暴投してたし、来週は入れ替えだと思う。負けが消えたし持ってる選手だよね。せっかく追いついたのにこれかよ。もう心折れたわガチで。この流れで来週日ハムとロッテとか地獄すぎる。もう期待しないでおこう。一瞬でも夢をありがとう。とりあえずみんなお疲れ様でした。追いついただけマシだなんて絶対言わねえぞ。この3連戦どれだけ野手陣が投手の足引っ張ったと思ってんだよ。結果論と言われればそれまでだけど、この3連戦近藤とまともに勝負しすぎでしょ。セリーグだからどれだけ脅威なのか分かってないかもしれんが、少なくともセリーグに同レベルの選手はいないと思うよ。次は日ハムだけど若いからといってなめた采配しないでね。さよなら負けは悔しいけれど、田中は土壇場でよく打った。島内くんもこの悔しさを忘れずに頑張ってほしい。田中のスリーランで追いついたけど、それまで野手陣25イニング無得点だからもっと頑張ってくれ。末金復帰で打線が勢いづいてたけど、その魔法も解けてきたかな。中軸が封じられてなかなか得点できない3連戦だったね。ソフトバンクと主人もえげつないしな。ここはもう切り替えて来週勝ち越せるようにしていきたいね。ということで、さよなら負けを喫した一戦でした。